ももししはい。いいですかはい。はりがといす。はい okay. ちょっとコネクションは切れたんですよ。すいません、ね。あ、そうですか。はい、いやー、その、現代技術ですよね。それで、私が、あのー、僕はね、日本に9年住んでたんですよ。仕事も日本でしてですね。だから、私の場合はですね、必要があったんですよ。仕事のために非常に役に立ちましたと。それは多分、はい その日本人が英語を勉強する理由に近いわけですよ。それは実際に必要があったと。必要というか、うん、まあ言えば私は必要はなかったけども、日本語ができたことによって、私のいろんな商売取引がやりやすくなった。それはあの商売の話だけじゃなくて、もう夜その飲みに行ったりとかね。いろんな幅広い、その、つや、つややり、あの、 コネクションを来ることによって非常に役に立ったわけですよ。で、マットから、マットさんから見てですね、日本人が、何の、どうして、だって日本は1億30万ですか3 0 0万、1億3千万の人が日本語で十分通じるわけですよ、日本国では、ねあ。そうですよね、まあど。どうして日本人が英語を勉強しないといけないんですか 勉強する必要はないと思ってるわけなんですよね。まあ、みんなが、みんな日本人がその、みんな日本語、絶対英語を勉強した方がいいとは思ってるわけじゃなくて、でも、多分その、まあ、コフマンさんみたいに、その仕事の上でやその役に立つ場合は、やっぱりその、まあ、その英語を習得した方が、いろいろ仕事の機会が増えたりだとか、そのあと情報が取り入れやすくなったりとか。 なので、そのまあだから今多分日本人の多くはもう日本語でじゃなくて英語できるようになりたいと思ってるわけですからそういうもうすでにできるようになりたいと思ってる人たちにちゃんとその、まあ、成功してほしいんですよね、その英語の習得に。うんうんうん、それでじゃあ第二のテーマですね。その文化的憧れか、その仕事か。 えー、そういう実際その、なんですか、実際的に、まあ、必要というか、非常に役に立つような、そういうその動機でね、勉強する場合にもかかわらずですね、えー、限定さ、えー、せずにですね、何が一番効率的な勉強方法ですかそうですね、これはインプットだと思いますね、インプットに限ると思います。 でインプットっていうのは実際にその習得したい言葉を実際に聞いて読んで少しずつ吸収していくで最初はもう理解することに集中するんですけどでもある,ある程度理解できるようになったら多分自然とそのうちもそのアウトプット喋ることも書くこともできるようになっていくと思うんでやっぱりインプットに集中した方が一番効率的だと思いますね全く同感ですね <laughs> それで 日本での,その勉強方法ってどんな,どんな英語の,その勉強方法が一番まあ普遍的ですか一般的ですかいや、今、そのですか日本で今、日本で,日本でうん、まあ多分、まあ、日本人の中学生と高校生はみんな英語を勉強すると思うんですけれども、でもこれは受験のための勉強であって、本当の英語の勉強じゃないわけなんですよね。 うん、なのでそのまあ単語を大量に暗記したりだとかその文法の方程式を暗記したりだとか数学みたいな感じで多分勉強していくんですよね。日本語で考えてそういうその暗記した単語と方程式を使ってなんとか英訳したりとかでもそれとまあその僕がさっき言ったみたいにそのインプットとしてし吸収していくプロセスとは全く別のものなんですよね。 しかし、まあ、僕は、あの、ご存知かどうか知りませんけども、日本に9年住んでたんですよね、70年代。はい、えー、まあ、82年までなんですよね。えー、それから、まあ、80年代もよく日本行きましたけど、最近は全然行ってないんですよね。だから、もう、今でも時々日本語使うう時にちょっと、えー、苦労してるんですけども、 しかし、日本で、前に10年前かないや,いや、20年前か。日本行った時にですね、本屋さん行きますとね、その、多読多聴とか、インプットが大切だとかね、そういう意味の、その、本はね、どうやって英語を勉強するかとかね、えー、たくさんの、そういう本を読んでみればね、その、インプットが大事だということは、 日本で誰も知らないというわけじゃないんですよね。よくそれに関する本があるんですよ。で、なぜその基本的にその英語の、ね、教育システム、教育制度というか、TOEIC とか、その辺が全然変わらないみたいですよね。そうですよね。それはなぜだろうね。僕もちょっとそれについてちょっとおかしいなと思ってるんですけれども、うん、でも,もうどうしても多分みんな固定観念が。 あるんじゃないですか、ね、やっぱりそのだってインポットっていうのはやっぱ聞いて読むだけでそれで自然とできるようになっていくっていうのは、まあ、ある意味ものすごく不思議な現象なんですよね。まあはい、人間なのでそれはもう,う生まれ持った特権みたいなものなんですけれどもでもやっぱりみんな例えばその数学をそのやってる先生を見るだけで自分が数学をもう練習せずにその授業を見るだけでそのできるようになっていく。 と,というわけではないじゃないですか。やっぱり自分も練習し,して、自分で考えないとできるようにならないわけで、多分みんな、あ、そっか、まあ、数学とか、あと、まあ、なんスポーツだったりとか、その楽器だったりとか、そういう、まあ、自分から、インプットだけじゃなくて、最初からアウトプットし,しないとできるようにならないので、じゃあ、言葉も同じなんだろうなって、多分みんなそう思っちゃうわけなんですけど、でもやっぱり言葉っていうのはそう、そういう他のその技術とかスキルとはちょっと違うんですよね。 そうですよね、まあ、私の経験からすれば、ですねやはりそのまず一つはですねインプットというのはその理解力ですよね。そうだ,だから、まあ、英語で言うコンプレヘンシャンですよね。それが一番大事だと思うんですよ。で、その自分が何か言えるにしても、ですねその返事がわからないとですね全然会話できないんですよ。非常に不愉快な感じなんですよ。 あのー、私の場合はですね、自分が言いたいことは非常に苦労してなかなか言えないけども、なんとかなるわけですよ。しかし、相手の言うこと、私、分からないとですね、非常にあもう、もう何の意味もないですよね。ねえ、だからもう、コンプレヘンシャとか理解力はまず第一だと思うんですよ。で、マッツさんも言うようにですね、もう大量のインプットによってですね、その言葉を習得するならば、 その細かいその文法とかいろんな説明はもう考えずにですねもう本能的に話ができるようになるんですよ。で、それが私、何回も何回も経験してあるんですよ。例えば日本語はね、もう日本語の,その勉強するための本を読むと、ですねもういろんな文法的な説明があるんですけども、そうですよね。そういういものは 自分の,その日本にもちろん9年住んでたんだけどもそれによっていろんな人と話をしてだんだんとこう私のまあ,あ欠点だらけの欠点だらけの日本語かもしれないけども通じるんですよそして相手の言うことを分かるわけですよそれで十分なんですよでトイクでもねやはりトイクでもですねその返事も早く出さないといけないでしょだから、ね んですか反応的,本能的に答えないといけないわけですよ。いちいちその文法のルールを考えたら、えー、あれでしたらもう全然ダメなんですよね。だからまあ我々は、まあ、そういう意味ではもうインプットの重要性に反してはね全く同じ意見ですよね。はい、でもそれは面白いですね。じゃあその,そのコフムさんが言ってるのはその、うん、なんかその試験に合格したいっていう目標を 思ってる人でもやっぱりインポットに基づいてるその学習法を取った方がうまくいくって言ってるわけなんですよね。そうです。いいですそして面白いわけですよ。だから、マッツさんがアニメに対して興味があったと。じゃあ、僕はあれですか、歴史に対して興味あるって言えばですね。興味のあるところに集中すればいいわけですよ。そして、あ,ある程度、その合意量をですね、増やす意味ではですね、少しこう。 守備範囲を広げていけばいいわけですよね。それらの,あの,その分野の,そのなんですか専門用語を勉強するそれがまあ必要なわけですね。あるいは独特の会社に勤めていればそれなりの分野のまだ技術用語を勉強しないといけない。まあ、それなら、まあ、それに関するまあポッドキャスト聞いたりとか本を読んだりすればそれでいいわけですよ。別にその プロフェッショナル・イングリッシュ、ビジネス・イングリッシュみたいな学校行かなくても。でももしかしたら、なんか日本人ってちょっとまあ苦労したがるって言いますか、その努力を美徳とするところがあるじゃないですか。だからもしかして、いや、楽しみながらでも学べますよって聞いて、ちょっとなんだろう、たぶんすんなりとは入ってこないんでしょうね。やっぱり努力して勉強するっていう、やっぱそれをがもうすでに頭の中にあるわけですから、だからちょっとこういうインプットに。 なんか基づいてるなんか楽しみながらでも学べる方法はなかなか日本人にはその受け入れてもらえないのかもしれませんね。で、そうですね。そしてそれは日本だけじゃないですよね。もう、やはりこれはビジネスモデルと関連があるわけですよ。学校というものはそれは教えるところですよね。だから、ね、学校でいかにしてその生徒をその独立化とかその主導権を そのその勉強する人の方に移るというようなことはですね、学校はなかなかやりたくないんですよね。ねそうだと儲からないですからね。儲からないですよね。OK、第三、もう同感ですから、別に議論するところはないんですよ。えー、じゃあ、まあ、英語以外の言葉、まあ、例えば、まあ、私は日本に住んでたわけですから、ね、まあ、日本語を勉強したわけですけれども、 しかし何、何のために他の外国語を勉強するかいう。まあそうですね。まあ、英語、まあ、僕みたいにそのアメリカみたいな国に生まれ育って、英語しかできない人は、やっぱり少なくとも一つの外国語を覚えたら、それでものすごく世界というか視野は広がると思いますね。そうですねだから僕も、だって日本語と英語はあまりにも違いすぎて、だってその日本人はなんかアメリカ人の絶対言わないようなことを普通に言ったりするじゃないですか。 だから、あそっか、その僕、いつもその英語しかわかんなかった時は、なんか本当にこういう一つの考え方しかできなかったんですけどあ、こういう考え方もあるんだって知っていくことでもう、ものすごくその視野が広がったし、でもう、あそっか、もう第3、第4の外国語を勉強したら、もしかしたらもうどんどんそのそういう考え方を、その正しい考え方を身につけることができるのかもしれないって、もうそういうふうに想像できるようになったんですよね。 そうですね。それは非常に大切だと思います。だって日本語でもですね、日本語は多分世界トップの、まあ、一番その母国語が日本人というかその数が、うん、えそのネイティブスピーカーが日本語がネイティブスピーカーとしてその人間の数はです、ね、多分まあ、トップ10に入るんででですすよね。そうですね。そそうの国ではないんですよね。 でしかし、まあ、僕はそういう小さいな、小さい国の言葉でも勉強するわけですよ。それは、マットの言った通りですね、やはり視野を広げるという意味ですよね。はい。えー、マットが、その、あれですよ、まあ、アメリカ人としてのそのものの考え方ですね。今度、今、日本、まあ、日本人じゃないけども、日本語を通じてもう一つのもののか考え方で、はい、自分の、 その考えてること、感じてること、これ表す方法ですよね。表現する方法とかね。そういうのを、まあ、経験してですね。あの、まあ、という人間が、もう少し大きくなってるわけですよ。そうですね。確かに、その第三、第四。だから、まあ、僕の場合はですね、やはり、ちょっと、その、完全主義者じゃないんですよ。言葉の勉強においてはですね。だから、 えー、自今最近勉強したその言葉のうちですねあまりうまくできない言葉でもさら、うん、に一つ新しいのを挑戦したいと知りたいと最近アラブ語とかイラン語を勉強してねそのアラブ語とかファ,ファーシーですねあのイラン語を勉強したことによってですねあまりよくできないけれどもこれらの人たちに対する考え方私の そのアラブ人のイメージとかイラン人のイメージが変わるわけですよ。そしてそれに、ね、その我々人間としてのそのものの考え方、人間の顔というか人間が何かっていうのがね、一つの、何て言うんですかね、えー、意識が変わってくるわけですよ。意識がね。認識が。なるほど。それがやはり言葉を勉強する一つのな、 あれですよ、あの、なんですか、利点っていうか、だから、そしてまあ、人によっていろんな趣味が違うから、僕はそれは好きだから、だからね、プロセス自体を好きじゃない人はです、ね、まあ、そこまで苦労しないと思いますね。そそうですねままあ、まあ僕のの考えはやっぱりその 1、まあ、一つの外国語を少しずつ勉強することにはもちろん利点はありますし、1つや2つの外国語に特化して何年も勉強し続けることにも利点があって、でどっちをするかはやっぱり人、まあ、性格的なところは大きいと思いますね。ここはこの日本語だけじゃなくても、まあ、子供の頃から結構完璧主義的なところはあって、でまあ、自分でも なんか、あんまりに完璧を目指し,しすぎると逆に幸せになれないんで、それはちょっと直そうとはしてるんですけれども、やっぱ性格的にはいつも何か一つのことを極めたいっていうその欲望があって、それでやっぱり日本語をやる時も、じゃあ日本語をと,とことんやりたい。で、でもやっぱりそういうちょっとなんか、病的なまでに完璧主義じゃない人は、やっぱりそこ、そこまでしなくても全然いいと思いますね。まあ、それは選択ですよ。 要はね、そうですね一つの言葉、まあ、英語であろうが日本語であろうがそれをもう完璧なところまでもう勉強したい,という、と突っ込んでいきたいというのはです、ね、無限ですよね、要は。そうですね、しかし世界中の言葉の数も、まあ、無限じゃないけども何千もある自分の能力に比べて無限ですよ。だからいずれですね完全じゃないんですよ。 いずれ、ですね、だから、それはあくまでも、その興味とか、自分が何,た何をやりたいかによって違うんですよ。あの、モーセス・マッコーメックというアメリカ人、知ってますか知ってます、知ってます。あの人はそうですよ。もう、なんですか、50くらいのいろんな言葉をできるんですよ。しかし、まあ、完璧じゃないけども、それだけの彼がいろいろ、いろんな言葉を、まあ、尋ねてみたわけですよ。そ,<う>それはそれとしての あの人の,の,の動画を見てみればです、ね、も,うものすごく楽しんでいることが楽しんわかります,すよねかといってじゃあ日本語をです、ね、もう歴史的ないろんなもう文化やいろいろやりたい人もです、ね、あれも楽しみですよそれなりの興味趣味があったら、ね、だから別にこれがいいとかあれが悪いとは言えないわけですよあそうですね十、まあ、人遠いろっていうことで あと、そのしようと思えば、まあ、人生は割と長いんで、両方も、まあ、しようと思えばその、できると思うんですよね。例えば僕はもう今、8年近く日本語を勉強してるわけなんですけれども、あと2年ぐらい日本語を勉強して、で、まあ、もちろん完璧は無理なんですけど、でも、まあ、割とうまくなったとします。それでも僕はまだその26歳になってるんで、はい、まあ、その26歳になってからも、うん、それからはいろんな、他の外国語を少しずつ勉強することもできますし、 だからな、なんか、もう、しようと思えば、かなりど,どっちでも、その両方でも、いけると思いますね。そうです、そうです。それ、それを考えるだけでですね、楽しみなんですよ。例えば、もっと深くですね、日本語を勉強したいなら、いくらでもあるわけですよ。あるいはいろんな言葉を勉強したいなら、いくらでもある。だから、やはり非常に、まあ、楽しい考えですよ。 だから、ね、結論から言い,言いましてね、言葉の勉強ですね。例えば、えー、仕事のために勉強してもですね、まあ、私、日本に住んだ頃、住んでた頃、あるいは日本人がね、えー、英語を勉強するときにですね、えー、その実際的な目標があってもですね、トイック何百点を取,る取りたいとか、その会社に入りたいとか、しかし、やはり楽しくやらないと、 うまくいかないんです,うですよね。だってもう、はいそう、本当にその通りだと思いますね。やっぱり外国語を覚えるっていうのはもうものす,ものすごく長い道のりなので、やっぱりある,ある程度情熱がないと絶対続けられないんですよね。で、情熱というのは理屈ではそのどうにもならないんで。そうです。で、まあ、そうですね。マッチさんはそれこそ情熱持ってますよね。はい、しかしね、はい、一つじゃあ、そのあれですよ、情熱というのはね、 ある人は、いや、僕はその何が、英語、日本人が、ね、英語に対して全然情熱がないとか。しかし、フランス語でですね、ことわざがあるんですよ。l a p ィ e t i t vient en mangeant。なすなわち食な、食べながらですね、食欲が出るわけですよ。だから、やってみないとダメなんですよ。やってみないとダメ。ね、それで食欲っていうか、情熱が出てくるかもしれない。もう、まあ、それだったら、なんか今、その、 だって今の日本では例えばですねその中学生と高校生みんなある,、うん、ある程度英語を勉強するわけじゃないですかでもその勉強法はちょっとそのあれなのでやっぱりなんだろう楽しくないわけですよでもちょっとそういう学校が使ってるその勉強方法をもっともっとインプットに基づいたものにすり替えれば、うん、でもう中学生高校生みんなそのまあ少なくとも少しくらいはそういうその外国語習得を経験できてでもしかしたら食欲出る人は その出るチャンスもちゃんとあって、そしたら、うん、そうですね、要はですね、目その短期的な目標はですね、もう理解だと。だから別に圧力がないんですよ、別に話、その正しく何か英語でそのアウトプットしなくてもいいよ、ただその、単にいわゆる味わうだけですよ、そして理解、理解力をですね、まあ、合意を少しずつ増やしていけばですね、それの方がですね、 その満足感というか、も、ま、う、あ、やったと、分かったと、でそういうようなですね、えー、満足感があったらですね、それがやはり、えー、なんですか熱意というか食欲の一つのつながりにもなるかもしれないですよね。そうですよね。やっぱその物差しをどれだけしゃべれるかじゃなくて、どれだけ理解できるかということに移すことが鍵なんですよね。そうです。すそのパラダイムシフトをその起こせたらいいんですけどね。はい、じゃあ 我,我々2人ですね、日本のその英語教育のシステムもう何ですか、革命しましょう起こしましょう、ね、革命頑張りましょうやりましょう !OK! じゃあ今日はどうも、長い話、どうもありがとうございました。こちらこそまた話してよろしかったです。はい、じゃあ、さようなら。